はいそれではニーアリンカーネーションの開発全体像と題しまして株式会社アプリボットの杉浦雄介から発表させていただきます発表内容をしっかり伝えさせていただくために手元にある資料をちょっと見ながらの発表になってしまいますがご了承くださいはいまずはじめに軽く自己紹介をさせていただきます、えー、私の名前は杉浦雄介と申します、えー、2018年度にサイバーエージェントに新卒,新卒入社をし そこから株式会社アプリボットでニーアリーインカーネーションチームのエンジニアとして開発を行っています主に Unity のクライアントエンジニアとして UI 周りとあと通信とゲームの全体のフロー周りを実装しましたはい、発表内容はこのような内容になります本発表ではニーアリーインカーネーションの開発について広く説明していきたいと思いますまずはじめにニーアリーインカーネーションについて説明します ニアインカーネーションは今年の2021年の2月18日にリリースされたスマートフォンゲームです。こちらはそのキービジュアルとなります。ゲームの特徴としてはニアシリーズの最新作であることがまず挙げられます。ニアシリーズとは家庭用ゲーム機にて発売されてきたニアゲスタルトリプリカンとオートマタに続く作品です。本作はその最新作としてスマートフォン向けゲームとして開発を行いました。 またニアシリーズ全体の特徴でもありますがえ横尾太郎さんが手掛けるストーリーは特徴の一つですさらにニアリンカーネーションは 3D や 2D をそれらのストーリーを表現するために織り交ぜたえ作品となっており独特な世界観を表現していますえこちらが本作の 3D 探索部分であるケージと呼ばれるものです写真は実際のゲーム内のものを使っています 次に、こちらが各キャラクターごとのストーリーを掘り下げるパートであるメモリーです 2D を使った表現で、各キャラクターの独特な世界観を作っています最後に、こちらが本作の戦闘システム部分です戦闘システムは 3D のコマンドバトルとなっています今回は、今お見せしたものがどのように作られているかを広く浅くとなってしまいますが、説明していきたいと思います まずはじめに開発ツールとイベントマップについて説明します本作品では先ほど述べたようにストーリーが強みの作品でありよりこだわった演出を作りやすい環境を作る必要がありましたそのためにはエンジニア抜きでイテレーションを回し,回しやすい環境を作るのが理想だと考えましたえまたストーリー上で登場するギミックなどは同じ機能や使い回し組み合わせのものが多く使い回しがしやすい仕組みにする必要がありました これらを実現するために本作品ではノードベースな開発ツールを自作しそれをふんだんに使用しています。1つ目は Tree です。ご存知の方も多いかもしれませんが主にゲーム内のロジックを作成するのに適している仕組みです。左の図のように HP がいくつだったらという条件を表すノードと実際の行動を行うためのアクションノードなどの組み合わせでロジックを表現していきます。 こちらを、本作品ではエデ,ィタエディタ拡張にて作成し、主に戦闘システムの敵 AI などで活用しています。え次にイベントエディタです。こちらは、一般的にはステートマシンと呼ばれる状態管理に適した仕組みです。え左の図のように、ゲーム全体の流れを各ノードの組み合わせで表現していきます。ビヘ h a v i o u も同様ですが、これらは一度つ作ったノードは使い回すことができるので、 開発終盤になればなるほど作らなくてはいけない機能を減らすことができます。こちらもエディタ拡張で自作,自作しており、先ほど紹介したストーリー部分で主に利用しています。今回はこちらのステートマシンについてより掘り下げて解説をしていきます。まずステートマシンとは、情報系を専攻して学んでいた方なら聞き馴染みがあるかもしれませんが、有限オートマトンとも呼ばれています。 こちらは状態と繊維を簡潔に記述すするためのものもです図のステートマシンは最初にアイトル状態に遷移して、えー、フリックすることでジャンプ状態になりさらにジャンプ中にフリックすることで2段ジャンプができるようなことを表す遷移図となっています。本プロジェクトではこのように状態を管理するステートマシンをふんだんに使用しています。 次に、ステートマシンを用いた開発がどのようなものになるかを説明していきます。ステートマシンを用いた開発を行う場合、エンジニアは各状態の、各状態と繊維の条件を表す部品をそれぞれ作っていくことになります。実際に存在する部品を例に紹介すると、メッセージを出す部品、選択肢を表示する部品、タップしたら繊維する条件の部品などがあります。 これらのエンジニアが作った部品を非エンジニアであるプランナーさんやデザイナーさんが利用することで演出を作成しています。はい、ステートマシンを利用することのメリットとしては、プランナーやデザイナーだけで開発の細かい調整などのイテレーションが回せるので、演出の流れや表現にこだわる時間を取りやすいというのが挙げられます。え通常のフローでは、左の図のようにプランナーとエンジニアの間で仕様の共有と実装という イテレーションを行う必要がありこちらの場合はプランナーが意図していることをしっかり伝えないと実装が手戻ってしまったりまたよくあることですが作った結果ここをもっとブラッシュアップしたいという場合もエンジニアの手がかかることになりますその点ステートマシンを使うことでプランナーさんが直接演出やフローを作ってもらえるようになるのでエンジニアはプランナーが利用したい部品を,作るだ部品を提供するだけでよくなり 後の実際にプランナーが思い描いている演出を作成したり、それらをブラッシュアップするところはプランナー完結で作ることができるようになります。その結果、より洗練された演出を試行錯誤しながら作れるようになります。また、もう一つのメリットとしては、ステートマシンの特性上、一つの密な機能ではなく部品を作っていくことになるので、自然と使い回しができるようになることが挙げられます。 例えば一,応一度メッセージを出す部品を作ってしまえば基本的にはその部品を活用していけば全体的にメッセージをどこでも出せるようになるため同じような機能を各所で開発するといったことがなくなりますこれは開発の終盤になればなるほど過去に作った部品が溜まっている状態になるのでどんどん開発量が少な,るという少なくなるという恩恵が得られるようになりますえまた使い古された部品はその分テストもされていることになるので その機能単体の動作に関してはある程度バグがないことが保証されていることにもなりますはい次に実際作っていく中で感じたステートマシンのデメリットについても説明します1つ目はデバッグがとても大変になってしまうということが挙げられますすべてがコードで動いているものとは異なってステートマシン特有の繊維のタイミングが問題になるようなバグもあったりするので そういっった意味ではデバッグが大変になってしまうことになりますますた本プロジェクトはステートマシンを基本はプランナーさんが作成するといった都合上からもプログラミング的な思考が足りておらず複雑なステートを作ってしまってバグが追いづらくなるといったこともありましたえ2つ目は先ほども触れましたが非エンジニアがステートマシンを作っていくのには簡易的なコーディングスキルが求められるのでそういった点は大変なのと 実際にできる人は少ないなというふうに感じましたえただ複雑なステートにならないように部品同士の組み合わせのルールをエンジニア側である程度決めていたりエンジニアがサポートしてあげることでデメリットは解消することができると思いましたえ次にイベントマップの説明をします今まで説明したステートマシンを活用し,してストーリーを表現するための機能を本プロジェクトではイベントマップと呼びました イベントマップとは実態はステートマシーンと Unity のシーン管理の組み合わせであり各シーンにステートマシーンを配置することでシーン遷移したらストーリーがステートマシーンに沿って動作するといった機能になりますステートマシーンでのメリットに挙げたようにプランナー完結でストーリーを表現するための流れや演出を作ることができるのがメリットになります こうして作成してもらったイベントマップをアセットバンドルとして配信することで新しいストーリーの追加が可能になりますえツール周りの最後にイベントマップの例として一つ説明します実際のイベントマップも図のようなステートと遷移条件の塊となっていますこの図ではシーンが始まったら自動で開始演出が再生されその後チュートリアルが開始その後選択肢が表示され はい科家を選択することで分岐をしていくようなイベントマップとなっています。このようにゲーム内のあらゆるイベントを作成しています。え次にゲームの戦闘システムやシナリオパート部分以外であるアウトゲームの作り方を説明していきます。本作品はとにかく UI にこだわりたいという思いが最初期からあり、最速で実機上で各画面の見た目や繊維のつながりを見て イテレーションを素早く回す必要がありましたまたエンジニアリング面では誰が書いてもコードがあまり変わらないような仕組み化をして量産がしやすくなるようにしていましたさらに UI アニメーションにもこだわりたいというデザイナーさんの意見をもとに基本的には UI アニメーションの動きは UI デザイナーさん完結で作っていけるようにしましたこれらを踏まえて順番にやったことを説明します まずはじめに本作品では実機で最速でアウトゲームの全機能の繊維をつなげることを目指して「ラピッド開発」という命名で開発を行っていました。これにより最速で実機上で動くところまで持っていくことで画面繊維の使い勝手であったり UX の面に関してのイテレーションが回り回しやすくなります。また各メンバーが今回のプロジェクトではどのような画面を作らないといけないかという認識が揃いやすく どの画面とどの画面のパーツを使い回ししようなどが初めからある程度考えて作ることができましたそれを実現するために実際に行ったことを説明しますまず Photoshop の PSD ファイルから Unity のプレハブに変換するツールを作成しました本プロジェクトではデザイナーさんがあらかじめ え各画面のレイアウトを PSD ファイルとして作っていたのでそれを活用することで画面を素早く作れないかという考えに基づき実装をしましたえ実際の変換は PSD ファイルのレイヤー名の末尾に特定の文字列を付与してもらうルールにしその末尾の文字列によってあらかじめ用意してある各コンポーネントを適用するようにしていました例えばボタンと付いてあるレイヤーはボタンコンポーネントが付いたオブジェクトに変換し 変換した時点でボタンとして機能するようにしていました次に意識したこととしては段階を踏んで画面を作成するようにしていましたまず、ステップ1として実機上で全画面の繊維のみが可能なアプリを作りましたこちらはボタンのへこみなどもの含む全てのアニメーションがなしで各画面の繊維のみができる状態になります えー、ステップ1では主に画面内の内容が使用とずれているところがないかという点と繊維のつながりで違和感がないか不便がないかという点で全画面を見ました、えー、次にステップ2として各画面がアニメーション込みで動作するようなアプリを作成しました、えー、ステップ2ではアニメーション込みで体感が悪くないかアニメーションに違和感がないかを主に見ました ここまでは先ほど紹介した PSD からプレハブに変換するツールでほとんど実装できたので、えー、最初の画面構成から考えて期間としては約3か月程度で全画面を作ることができましたあとはステップ1とステップ2を繰り返すことで画面を減らしたり増やしたり各画面のコンポーネントの配置だったりを調整したりして実際にリリースできるレベルまで検証を行いましたそうしてリリースできるレベルになったものを画面 実際のデータとつなぎ込んだり通信したりして本番向けに実装していましたこちらはラピッド開発における各ステップの参考画像ですステップ1は各サムネイルや画像もすべてベタ置きしてあるのみで図にあるスクロールビューもスクロールすることはできませんが右下のボタンのみはボタンやフッターのみはタップすることができるようになっています次にステップ2です ステップ1と比べてある程度本番に近いデザインを適用させているのと各コンポーネントが機能するようになっています。例えば右にあるスクロールビューはスクロールするようになっていたりタブの切り替えができるようになっていたりします。次にアウトゲームの設計について説明します。設計は基本的には MVP パターンに沿ったシンプルな実装となっています。また、ピアな UGUI は使わず テキストやボタン、スクロールビューはラップするか自作しています画面繊維の仕組みに関しては各画面をスクリーンという単位で管理し繊維の履歴保持や画面の状態保持各画面の生成破棄などの仕組みを作っていますこちらは SG の子会社であるク,クオリアーツの方が書いたこちらのブログを参考にしています順番に設計思想について解説していきますまずは各種コンポーネントを作る理由についてですが ボタンやテキストなどに関しては Unity の UGUI のものを直で使用する場合に比べて拡張が容易になることが挙げられます例えばボタンの長押しや大火事のアニメーションを開発終盤に全ボタンに入れ込みたくなった場合に独自コンポーネント化していればそのコンポーネントに手を入れるだけでよくなります実際に本プロジェクトで作ったコンポーネントの例としては長押しや大火事のアニメーション SE 設定機能がついたボタンコンポーネントや ローカライズ追い込み対応文字送り機能などが入ったテキストコンポーネントなどがありましたこれらの機能は開発の当初から入っていたわけではありませんがコンポーネント化自体はアウトゲームの全画面を作成する前にしていたので後から機能を追加することが容易でした次に繊維のシステムについて説明します本プロジェクトではアウトゲームの画面繊維のシステムとして各画面ごとにスクリーンという単位で名前を付けていました またワンスクリーンをプレハワンプレハブとして管理していました各スクリーンに対応するキーを振ってそのキーとプレハブを紐付けることで画面遷移を実現していましたこれらの定義をもとに画面下部にあるようにオープンメソッドにキーを渡すことで画面を開くようにしていましたまたアウトゲームの画面遷移はブラウザの戻る機能のようなものが付いていることも多く本プロジェクトでも元いた画面に戻るような機能が必要でした えー、今回はそちらの履歴保持を一般的なスタック方式で実装していました。またメモリの削減のために遷移する際には元いた画面を破棄するようにし、えー、その際にパラメータとしてその画面の情報を保持することで画面遷移を行っていました。そうすることで、えー、常に今いる画面のみがメモリ上に存在することになり大きくメモリを削減することができました。 次にに UI アニメーションの作り方について説明します本作品では Unity のアニメーターとアニメーションクリップを利用してほぼ全てのアニメーションを作成していましたこちらを選択した理由としては、まあ、社内にある程度 Unity Un の操作に慣れた UI デザイナーさんがいたこととデザイナー側で細かい調整までした UI アニメーションを作りたかったということが挙げられます エンジニアが指定するのは各画面のアニメーションがどれを再生するかというところまででその実際の動きは UI デザイナーさん完結で作っていましたこちらのやり方は UI デザイナーさんが自由にアニメーションを作れる分ツインなどを用いたものに比べるとロードだったり CPU の負荷が高くなるので場合によっては向かないこともあるので注意してください次は通信周りの実装について解説していきます 本作品では通信は GRPC の言うなり方式で行いました。こちらの方式は単一のデータを送信し、単一のデータを受信するという流れで通信を行うため、扱いは一般的な REST API とはあまり変わりませんでした。また、リクエストやレスポンスはプロトコルバッファーを利用していたので、プロトファイルとして定義し自動生成を行っていました。自動生成の方式について少し細かく解説します。 一般的に GRPC はプロトコルバッファーというインターフェース定義言語を使用してサーバー、クライアント側それぞれのリクエストレスポンスの型を自動生成します本プロジェクトでもそれにのっ取りリクエストレスポンスはプロトコルバッファーを利用して生成を行いましたえまた API 呼び出し部分も自動生成が行えるように対応していましたこちらは API のテンプレートとなるようなファイルを用意しておき それをパースしあらかじめ自動生成されているリクエストレスポンスの型ファイルに基づいて組み合わせることで API 周りの自動生成を行っていましたその結果 API の呼び出しがスライドの下部のコードのように型つきで統一的なインターフェースとして行えるようになっていましたまたエラーハンドリングは通信基盤側で基本的には行えるように意識していました そうすることでゲームのフロー側は正常フローのみを意識して開発すれば良いことになり各所のフローの複雑さが減ります例えばスライド下部のコードでもしスタートクエストが正常に行えなかった場合、えー、自動でリトライを行ってそれでも復帰できなかった場合にはタイトルに戻るような共通の処理が含まれています、えー、通信のリトライに関してはたまたま通信したタイミングで通信環境が悪かったりした場合 毎回ユーザー操作で通信を再開させることは煩わしさがあるので何度かリトライを行うようにしていました。またその際にはエクスポネンシャルバックオフという考え方に基づいてリトライを行うようにしていました。こちらは万が一サーバーが負荷などによりダウンしてしまった際に全ユーザーがそのタイミングから一定の間隔でリトライを送り続けてしまうとその一定の間隔でスパイクが発生してしまうという問題があるのでリトライのたびにある程度間隔を持たせることと その感覚に揺らぎを持たせることで負荷を下げるといった考え方になっています。最後に今まで紹介しなかった細かいシステム部分に関してざっくり紹介していきます。まずアセット管理についてです。アセット管理にはパフォースというツールを利用しました。こちらはファイルサイズの大きなバイナリフイルイナリファイルなどの管理に向いたツールであり、本作品では サイズの大きな 3D モデルを多く取り扱っていたため採用しましたまた、アセット配信については、SG 内で実績のあるアセットバンドル配信基盤であるオクトを利用していましたこちらは、汎用的なロードやキャッシュの仕組みに加えてアセットの管理画面などを提供しているため SG 内の多くのタイトルで利用されています次に、マスターデータの管理についてですマスターデータの管理は、c i s h a r が作成しているマスターメモリを使用しました マスターメモリは読み取り専用のインメモリデータベースで読み取りが非常に高速であることが挙げられます。本プロジェクトではこちらのマスターメモリを活用しゲームの開始時に最新のマスターデータを使用した上でマスターデータを使用しています。最後にデバッグ周りについて説明します。デバッグ周りは SR デバッカーを活用しています。SR デバッカーは Unity のアセットスターにて購入が可能な デバッグメニュー作成ツールで高い拡張性を持っています。今回のプロジェクトではこちらにバグ報告機能を追加しもしゲームをプレイしている中で怪しい挙動があった場合にはその時点のアプリ名サーバー情報スタックトレースなどバグの原因調査に必要な情報を全て送るようにしていました。はい、かけ橋となってしまいましたがこれで発表を終わります。今後も各チームメンバーが別イベントで登壇予定であったり 弊社の技術ブログであるテックボットでも情報を発信していこうと思っているので、興味を持ってくれた方はぜひご覧になってください。ご清聴ありがとうございました。